えー、ウェブ解析師協会顧問の平井拓也でございます。その中間提言の、えー、タイトルが、あの、疾風に感想を知る。わからない人はググってくださいね。これ五感書の中の言葉です。あの、疾風に感想を知る。FTX の破綻であるとか、まあ、あの、暗号通貨の価格。 が下がるとか、まあ、NFT のその取引価格も低迷するとか、まあ、寒風吹きサム時に、えー、要は残ったものが本物だっていうことです。で、えー、日本にとってみれば、今はもうゴールデンオポチュニティなんですね、実は。で、あの、ビットコインとか仮想通貨周りは日本が先行してたんですけど、マウンドゴックスの破綻で、 やっぱり日本の金融庁なんかは消費者保護っていうのがもう一番なので、あの、そこらあたりで急に冷え込ますということになりました。しかし、あの、資金決済法とかいろんな問題が、この、結構うまくいってて、ある意味では、このお祭り騒ぎには乗れなかったけれども、ある意味冷静に法律をずっと作ってきた。あの、ステーブルコインのちゃんとした法体系を持ってるのは日本だけなんですよ。 世界中で。で、えー、あの、そういう状況の中で、日本の立ち位置っていうのが、実は非常に面白い状況になってます。ついこの間、あの、渋谷で行われた、そのウェブ e b 3関係のイベントで、あの、NFC ハンドブックを書いたキースっていう、あの、黒人のライターがいるんだけど、今、メイウェザーの、その、本出したり、まあ、書き屋さんですね。で、あの、日本語版も今出てますから、 その NFT ハンドブックまた読んでもらいたいと思うんですけど、彼とこの間あのゴグロ事務所来て大盛り上がりしたのは、ちゃんとそのローカルで日本、DAO とかその NFC をローカル地域でたくさんやってるのは実は日本だけなんですよ。日本はある意味そこはもう世界を完全にリードしました。 投機的なものはできてないんだけれども、そういう、その、ローカルガバメントが一生懸命になって、その、ま、NFT なんかをやってる、そしてトークンを発行したり、ふるさと納税で NFT をおまけにつけるっていうのは、もう標準モデルに近くなっていますし、まあで、ですから、ま、そこの中のスマートコントラクトをうまく使えば、それぞれ地域の面白いことができるというふうに、 思います。まあ、来年、えー、この、私のチームが、新しい法律を出します。あの、やっぱり、その、今のまま、その、ま、地域で作ってる山越とか、そんなのはまだそんな問題起きないんだろうと思うんですけど、報酬を払う、例えば資産を買う、契約をするっていった時の、これ、無限責任になっちゃうんですよ、今のままだと。 なので、これを、要するに、合同会社の法律を変えて、その、一定の、そういう資産を持ったり、契約したりする、そのダオンに関して、その法的根拠を持たせる、というダオンを作れるように、来年します。で、まあ、どのぐらいのニーズはわからないけれども、あの、まあ結構、やっぱり NPO 法人とかそういうのがダオ化してきたときに、やっぱりそういう問題出てくると思うんです。 金銭が動く問題。例えば不動産を持ったりする可能性だってあると思うんで、まあ、このダウンファーをしようと思います。まあ、あの、パーミッションレスのステーブルコインの話に関して言うと、これはもう金融庁頑張ったですよ。あの、最近役所の中で金融庁一番頑張ってるなっていうふうに思います。で、あと、無許可の NFT。これアメリカだともう8割ぐらいそうなんですよね。 で、これをなんとか、ちゃんと、そういうものを許可するっていうか、ちゃんと作った人と、そのできてるっていうものの、やっぱりリストを発表するような仕掛けを作っていこうというふうに思います。まあ、これはもうすでにやろうとうしてる。で、あの、もう一つ久保田さんなんかが興味あるのは、NFT を用いたファンタジースポーツの、その、問題ですね。 これの賭博該当性の問題なんですけれども、あの、まあ、今、国内のスポーツ団体とか事業者が、その、突破該当性っていうものを懸念して、非常に臆病になってるっていうことがあります。で、結局、その、このファンタジースポーツ市場っていうものはもう大きいし、これのあの、サステナブルな発展ということを考えたら、 参加料から賞金を提供するビジネスモデル。これをもう実現できるようなガイドラインを、このやり方だったら OK っていうのを作ろうというふうに思っています。結局、この Web3 とは何かって一言って言うと、価値をデジタル化して流通させるっていうことに尽きると思います。ですから、その価値というのは、タンジブルでもインタンジブルでもいいんです。要するに、 誰かが価値があると認めたものであれば、それは、その、まあ、デジタル利用、証明書みたいなもので流通するということですし、間違いなく、このお、ブロックチェーンは社会実装がどんどん進むと思います。で、えー、これは皆さん、この、ま、あの、経済の設理だと思うんだけど、デジタル経済圏を大きくしないと、実物経済圏は、 大きくなりようはないんですよ、もう。あの、ぜひ、ウェブ3政策に関する、その、自民党の中間提言を、皆さん、あの、お読みいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。ということできましょう。皆さん、こんばんは。えー、衆議院議員の平正樹です。あの、私の問題意識はですね、 地方、まあ、特に地域、日本の地方にはいろんな多様性があってですね、いろんなコンテンツがあると、いろんなバリューがあると。で、それはまあ観光資源であったり、まあ、食であったり、まあ、日本酒を含めたお酒であったり、体験型であったりですね、あと自然の景観も季節が4つあってですね、その季節ごとにですね、違う,う価値を持っていると。で、さらには、えーまあ、クールジャパン関係のコンテンツなどもあるわけで、 で、この価値をですね、最大化するにはどうしたらいいのかということをですね、私はあの、地方創生の担当区大臣の時代から、えー、問題意識としてですね、えー、持っていた、えー、わけで、えー、あります。で、日本は長年にわたってあの、デフレだったもんですから、もう価格を上げることを忘れてしまっていると。 で、そういった中でですね。まあ今、ちょっとインフレに、あの、触れ始めましたけども、その間に世界はですね、まあ偉い経済成長して、アジアもみんなですね、経済成長しているわけで、そういった人たちから見るとですね、日本が提供する、また日本の地域が提供するですね、あらゆるものの値段がですね、まあ多分かなり割安感を持ってですね、 えー、彼らにですね、評価されてるんだろうというふうに思います。ですから、これをちゃんとですね、グローバルな価格に引き直すっていうことがですね、地方創生にとってものすごい大事なことなんですが、まあ、それのですね、特効薬がなかなか見つからずに、まあ、4、5年過ぎたわけでありますけども、まあ、そこにですね、ウェブ3ブロックチェーン、NFT みたいなものが出てきたわけで、 えー、あります。う、まあま、この、ウェブ3のですね、テクノロジーを使って、まさにですね、日本の地域があ持っているですね、まあ、価値を、えー、最大化していく、グローバル科学に引き直していく。で、これはですね、あの、地方創生の、まさに勝ち筋であろうというふうに思っています。まあ、いずれにしてもですね、あの、 日本の強み、まあ、自動車の輸出だけで何とかやってましたけども、もうこれもう限界がありますんで、そもそも日本が持っているバリュー、価値を最大化する、国際価格に引き直す、そのことによってですね、地域が潤う、そのことによって、まあ、ていうのかな、地域にまあ人が集まってくる、まあ、こういう流れを Web3 で作れるんだろうと思います。まあ、ぜひですね、 あの、香川の高松からですね、ベストプラクティスを作っていただければと思いますし、まあ何かあればお問い合わせをいただければと思います。ありがとうございました。はい、こんにちは、伊藤昌一です。今日そちらに行けなくてすいません。Web3 の話を少ししたいんですけれども、Web3 っていうのはインターネットに続き、今社会を変革しようとしているこのデジタルトランスフォーメーション DX の一部なんですけれども、 多分今までよりもあの圧倒的に影響が大きい、まあ、いろんな意味ではドキドキするような新しい技術なんですけれども、あのインターネットはメールとかあのオンラインコマースとかあのオンラインのニュースとかソーシャルメディアとか、まあ、いろんなあの便利なことがあったと思いますし、今となるといろんな行政サービスも皆さんインターネットを使ってあの受けていると思うんですけれども、この Web3 の特徴っていうのは新しいブロックチェーンっていうインフラがあるんですよで、このブロックチェーンっていうのは 過去から未来に向けて改善できなくてみんなが確認できる決済歴が残るわけですよね。で、一番最初の Web3 ブ,ブロックチェーンの使い方っていうのはのビットコインとかであの、まあ、通貨みたいな感じで電子通貨で人とあのこの価値があるものを銀行がなくてもやり取りができる。会社も国もなくてやり取りができる。で、それによって、あの、まあ、投機目的だったんだけども、まあ、いろんなあの決済手段としてみんなが使い出していて、 で、これは日本でも2014年とか15年ぐらいからかなりあの大きくなっていろんな交換状態ができるんですけども、ただ日本って2018年にあのコインチェックが把握されてかなりあの規制が厳しくなってるんですね。で、海外ではこの,あの、まあ、クリプトってよく言われているこの投機目的の 暗号通貨のブームが起きて、バブルが起きて、すごいお金持ちもたくさんできたんですけども、これが今、あの、一旦破綻して、今、この、炸熱している、このクリプト業界にアメリカとか水かけようとしてるんですよね。でも、この暗号通貨がメインではなくて、まあ、電子メールによってインターネットが普及したのと同じ。で、この暗号通貨によってブロックチェーンっていうのは流行るんですけども、最近、まあ、去年ぐらいからかなり話題になっている、この NFT、 NFT の中にスマートコントラクトって言うんですけども、あのいろんな約束ごとだとか、プログラムみたいなものを NFT に入れることができて、この投機目的とか,か、単純な決済手段だけではなくて、まあ、いろんなことがブロックチェーンで今できるようになってきてるんですよね。で、その、まあ、アートを NFT に貼り付けて、それを売ってアーティストに新しいビジネスモデルができたっていうのもすごい素晴らしいし、まあ、NFT を使ってゲームをやるっていうのも、 まあ結構面白いあの使い方だと思うんですけどもただ最初のインターネットっていうのはそんなに便利じゃなかったのと同じで今最初のブロックチェーンっていうのはあんまり普及してないし結構高いし結構遅いのでまあこういうすごく価値が高いアートの交換とかには向いてるんですけれどもこれからどんどん安くなってどんどん普及していくとあの例えばレンタカーをするとかあの例えばあの不動産の決済にするとかあの まあ、地元の市町村、今、市町とか、あの山古志村も、あの、ダオカしてるんですけども、 一般の市町村の人たちがいろいろこうふるさと納税だとお金の使い方が透明になってそこに自分が参加できて参加したことがちゃんと確認ができるだとかあの中小企業が会計システムをすごく透明にして直接金融をトークンでやって,やってみることだとかいろんな一般の人たちにも役に立つアプリケーションってこれからどんどん出てくると思うんですよねで最初にインターネットが出たできた頃例えば1999年なんか CD をダウンロードするのにも1日ぐらいかかったので今のこの携帯で YouTube なんか誰も想像できなかったと思うんですよね。で、それと同じで今のこのブロックチェーンを見ると一般の人たちとか市町村とかがま便利にいろいろ使うっていうのはなかなか想像できないかと思うんですけどもこれ絶対来るんですよね。で、それきちっと世界のいろんなツールを使って本当に便利にするためには 日本独自の技術にしてもダメだし、そして投資だとかベンチャーもいろいろ作んなきゃいけないので、今から始めなきゃいけないと思うんですよね。だからそういう意味で、自民党のデジタル本部と、そこの中の Web3PT がやっている、この規制改革というのはすごく重要で、で、皆さんが本当に便利に使っていくのにはまだ何年かかかるかもしれないけども、そのアーキテクチャの設定とルール作りと、それと基盤のベンチャーをいろいろ作るのは、本当に今でやらなきゃいけない。 それと世界中で今少しこう冷え込んでいるところできちっと真面目な Web3 を大企業とベンチャーと一緒にあの日本で作るっていうこのタイミングってすごく重要で,でうまくやると世界で競争できるような会社を日本で作ることもこれは可能だと思うんですよねそのためには世界中のいろんな人たちとコラボレーションして世界中のいろんな 標準化団体ととか企画にもちゃんと参加してそしてそのベンチャーだけではなくて、大企業もベンチャーと一緒に入って国がサポートして、で一般の人たちもこれを応援してくれるというのがすごく重要なタイミングですので、皆さんもぜひ Web3 をちょっと使ってみて、そして自分の,あのフィールドとか、自分の地域にどういうことがあのいつごろ影響するかというのをいろいろ視野に入れながらあの勉強してみてください。 私は、あの、この前、あの、久保田さんとフランス行ったんですよね。で、フランスでそのアートの、あの、展示を久保田さんがさ,さ,されるときに、僕のやって、僕も理事をやってる団体だったので、プ手ゼしに行ったんですけど、その後ね、久保田さんの同級生とお話したんですよ。その方がね、あの、大学であの、宇宙工学を教えてるっていうね、まあ、なかなかフランス語と教えてるんですよ。すごいじゃないですか。なかなか会えない方と会えてですね、晩ご飯とかをご一緒したんですけど、 その方が自分のやっているこの火星に関するその地震計の測定とかで,ですね、こういうものをより多くの人々に知らせたいというときに NFT 使えないかって話だったんですね。最初に出てきた言葉は NFT だったんですよ。何が言いたいかっていうと、彼はまあ技術系ではあるけど、マーケティングとかは初心者なわけですよね。そういうときにどんな技術を使おうかっていうときに昔なら検索エンジンとか SNS とかだったんだけども、今、 あの、ある程度感度の高い方は、そこで Web3 の技術を使えないかってことをまず考えるんですね。最初に考えるんですよ。そういう時に、まあ、マーケーターとして僕たち仕事をしていく中で、その言葉に対してちゃんと返せるかどうかなんですよね。それはこうすればいいです。これはそういう、そういう意味では向きませんとか、向くとかですね。やっぱりそういう意味では、あの、この NFT とか Web3 に関する解像度を上げていくことは、僕たちこのマーケーターにとってもとても大事なことだと思っています。 あの、後ほどアナウンスもありますが、ウェブ解析士も、あの、全会員に NFT を配るんですよね。そしてその、あの、ウォレットを持っていれば、皆さんそこで様々な特典が得られる形にしていこうとしています。なんでこんなことをやるかっていうと、結局この、マーケティングの一応プロフェッショナルである私たちが、この Web3 の技術に対して、ちゃんと、あの、身近に臨場感を持って触れることが大事だと思っていて、 その機会を作りたいと思って今回はこんな形をしています。なので今日これを聞いてね、いろんな形でまずあの政府は頑張ってこの日本のポジションを上げようとしています。本当にこの努力をしている。このことに対して私たちがちゃんと理解をして、この日本の国は本当に頑張ってるんだよってことを僕たちの口から言えるようにならなきゃいけないと思うんですよ。昔と違ってこの私たちが ちゃんと発信すること、あるいはちゃんと理解をして、それに対して応援することが、この大きな励みになってくるんですね。また、世の中を動かすことがあるわけです。本当に、このコロナ禍でね、様々な政策に関する話も、このツイッターとかフェイスブックとかで発信を見て、行政のやり方が変わったケースってたくさんあるんですね。だから、世の中変わるんですよ。だから、私たちこの民間の力でですね、この日本の国が、国を挙げてですね、進めていこうとしている、この、 ウェブツイートや制作、これをぜひみんなで応援していきましょう。 ウェブ3の、えー、と起業家とですね、一緒に予感っていう作品を完成させたりして、NFT アートプラットフォームで世界一になりました。先日は、えっ、ー、と、ここもすごい近いんですけど、3メートルかける1 5メートルっていううどん電車っていう作品を作りまして、えー、香川の電車はうどんでできていますっていうタイトルをつけました。で、あの、東京タワーではですね、えっ、ー、と、世界一高い海っていう作品を発表しまして、えー、その中でですね、みんなに、えー、と影のように入ってもらって、 それであの楽しんでもらうという、とことをやらせていただきました。えー、ここではですね、ウクライナのチャリティーイベントもやりまして、えー、ウクライナの戦争前の写真をいっぱい集めて、1枚のモザイクアートを完成させました。えー、先日はパリに行ってですね、えー、っ古典をやってきたんですけど、その時にはザナイトって作品を作ったり、えー、ポンピルーセンターの前でゲリラライブをやったりですとか、これはルーブルですね。 ルーブルの前でゲリラアートライブをやってきました。動くステンドグラスという作品です。僕には理念があります。それは何かというと、人類未踏を追求するということです。日本全体でいきなり法律を一方で作るのは大変な,なので、地域の成功事例を国家戦略特区のようにして横転して、僕たち日本人自身が変わりましょうよっていう話なんですよね。その、 政治家さんはめちゃめちゃ頑張ってくれてて、その頑張ってくれてる人ちゃんと僕らは目利きを持たないといけないって思ってるんですよ。なので、えー、っと、それをちゃんとやるためにも、消費者保護っていう考え方を一回捨てて、そうじゃなくて DYOR だと。Do your own research。もうちょっと荒波に対して自らチャンスを取って勝負をするんだっていう起業家精神ですよね。っていうことを考えてみてはいかがでしょうか。と、プレゼントがありまして、 国家戦略特攻を作るためには、実はひな形の提出が必要なんですよ。それは、その組長クラスからですね、内閣官房に提出する資料が必要なんですけど、これをですね、作っておきました。あの、浅田さんがですね、あのー、中間報告書を必死に読み込んでですね、で、その <laughs>、あの、エクセルで書かないといけないんですよ、これ。ね、大変だったよね、浅田君ね。で、あの、それをもうバーって埋めてですね、えっ、ー、と、ひな形にしましたので、もうこれを、 提出すれば OK! っていうね、感じになってますので。で、まあもちろん、えっ、ー、と自分たちのね、そのローカルな、えっ、ー、と、カスタマイズっていうのは、それはそれで大事だと思いますので、一つのひな形です。で、これ一度ぜひダウンロードしていただいて、うちの街はどこに行きたいのかっていうことをみんなで議論するきっかけになってくれたら嬉しいなというふうに思っております。というわけで。 そうですね。やっぱりその NBA トップショットができないっていうのは、でも、一個前進したんですよね、今回の中間。あの、前進してますよ。で、あの、軽量法はまだみんな気がついてないんだよね。はいはいはい、まああ。だけど、その、まあ、ガイドラインでそれはできるだろうっていうふうに今考えてて、それはやるっていう人がいないと作っても意味がないんで、まあその辺を来年ちょっとヒアリングしながら進めようと思ってます。 僕はやりたいです。で、このトックの、トックのね、考え方非常にいいんだけど、まあ、どこで始めても結局一緒なので、一番やりやすいのは渋谷区。それ以外のローカルはどこでも乗るところはあると思うんだけど、この話を地方議会がちゃんと理解できるところじゃないと、危なっかしいから、 議会で反対されると、特区ってできないんで、まあ、これはいろんなところでまたありうると思うので、来年、ぜひ進めまし令和、まあ、5年度のあれでしたかね、対抗の部分で。対抗の中にウェブ3関係、えー、その要するにガバナンストークン的なものを書き入れるっていうのは、税調からしたら画期的なんですよ。あのこんなもん2、3年もんでっていうやつをあできたので。 だから、えー、来年は第三者保有分と、まあ、金融所得課税のところに踏み入れる分離課税に持っていくかと。で、あの、多分、その、仮想通貨マーケットは、要するに、ドンと行くと思いますね。で、あの、今バブってないんで、そのバブルが一回弾けた後なので、あえてありかなと思ってます。<あ>その、そ,うですね、その税制改正っていうのは、あの、 その時に、の国が、あの、推奨したような形になって、えー、その、損したじゃないかっていうのはなしね、はい、にしてもらわないと。まあ、先物ね、商品だってそうだし。まあ、そういう中で、あの、ボランティリティが今までものすごかったので、瞬時にして何,何倍もなっちゃって、かと思ったらまた何十分の一になっちゃうみたいなものを、 まあ、ここらたりが、やっぱり、その損した分をあ、その持ち越せるというようなこととか、そういうのがやっぱりあった方がいいのかなって思ってます。で、税制っていうことで言うと、今のあの、やっぱり雑所得で、まあ、5割以上取られちゃうっていう、まあ、これはなんとかしたいなっていうふうに思ってます。 中間の提言の方ですね、いろいろ今回のイベントで読まさせていただいたんですけども、やっぱりその会計の部分とかってまだ不透明な部分って多いのかなというふうに思っていて、例えばその活発な市場がある。 っていうところで、自家評価であったり、限界法であったりとかっていうところの、この境であったりとか、そういったところで判断難しいのかなって。で、思ったときに、その特区をやったことによって、逆にその活発じゃない市場を作るみたいな形で、限界法でその評価を、自家評価をしたときに会社のっていうところを、なんか一緒に考えるっていう機会あっても面白いのかなというふうに。あのー、これ公認会計士協会の皆さんとも散々議論するんだけど、監査なんかも順番待ちなんだよね。順番。 もう人がいないいないってそう,、ね、そうそう。で、結局やっぱこう新しいもの苦手なんだよね。でも、これ、その監査とか、その会計は、ものすごいビジネスチャンスなんだよね、はい、逆にで。まあそこら辺りも絶対必要だなっていうふうに思ってます。まあそれと、来年はこのウェブ3の世界のセキュリティ言われるだろうな。 っていうふうに思うんですよ。で、このセキュリティのところをどうやってやるかっていうことで、うん、実はあの、来年、この高松で、えー、都市大臣会合っていう G7 を開催するんですよね。5月だったかな。で、高松市は国交省のプラトーを使ってデジタルツイン。で、そのデジタルツインをマインクラフトのゲームにするっていうやつを、 今、作っとりやす。でも、この話、高松市やってるんだけど、市民は喜ぶとは思えないんだよね。なんじゃそらっていう感じになると思うんですよ。<あ>ただ、一部の人には、おすげえってなるんだけど、多分この話を一般の人に説明しても、まず、そのデジタルツインって何ぞやっていうとこから、あと、小木島なんかも、ね、完全なメタバース作ってるんだよ。 だけど、その、メタファースターなんぞやって、もう説明すんのが、もう正直言って邪魔くさいんですよ。もう邪魔くさい。<laughs> で、これはあ、その、僕だったらこれ誰かに教えてもらったものは一個もなく、自分でやっぱり研究してリサーチして、あとはリサーチしたものを確認するためのコミュニケーションを積み上げてきて、今の考え方が作られたわけで、 まあそういうの,のをう、だから、久保田さんがやってる、あの、根気のいるような NFT を買おうみたいなのを、ああいうのを、もう邪魔くさいと思わずにやらなきゃいけないなと。だそういう人たちを増や,増やさなきゃいけないんだけど、ウェブス解析士協会の皆さんには、デジタル活用支援委員になってもらってるじゃないねで、デジタル活用支援委員の、 新しいそのメニューの中にこの Web3 を掘り込まないと、あれは今はマイナンバーカードを使ってできることをサポートするのがメイン、メインなんだよね。あの、デジタル活用支援委員と、あと呼びかけ委員ってもうワンランク下のやつ二つあるんだけど、これ両方ともあのデジタル大臣任命の役職で、なったら自慢できるんですよ。バッジもくれるし。 デジタルバッジだけど、<で>ウェブ解析士も、ウェブ3解析士になればいいんですよね。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> はい。そういうことだと思います。 高松市の市民の方面白くないんじゃないかということを弁明しとかなきゃいけないんですね。<laughs> <laughs> あの、確かに面白くないと思います。<laughs> あの、それはね、あの、僕らの中にも一つのポリシーがありまして、新しいことをやるときは、今までは合意形成を全てしてから進んできたんですけれども、それをしないで、新しいことをやるときってやっぱり風を起こすみたいな、 ことが必要なので、とりあえずやってみて空気を作るっていうようなことが大切で、一部のすごくマニアの人たちが盛り上がったらそれなんだって寄ってきてもらって、それを大きな風にしていくっていうのが僕らの仕事だと思ってますんで、そういうところでの試みだっていうところです。で、えっ、ー、と、あと、ダオに関しては、もう、あのダオもその、まあ、山越村とかの地域通貨的な nft の使い方もそうなんですけども、そことちょっと高松市は一線を置きたいなと思っていまして、ちょっと皆様とは少し離れちゃう方向に行くかもしれないんですけれども、金にならない nft っていう使い方、やっぱりそのブロックチェーンっていうのは、あの、証明をすることが一番得意な機能なので、えー、通貨的な使い方よりもトークンは発行するけれども、それが、えー、サービスとして逆に 何かに使えちゃうと、別に通貨でもいいじゃん、JPY でいいじゃんっていう話になっちゃうんで、そうじゃなくて、えー、例えば、その、えー、海岸線のゴミ拾いをしてくれた時に QR で読み取ってトークンができてで、それがいいことをした。つまり、我々全人を増やすってことに NFT を使っていきたいなと思っていて、うん、で、それが出口がなかったんですよ、今まで。いろんなところでトライしてた人たちはいたんだけど、我々ちょっと出口を見つけちゃって、で、それは、あのー、 例えば、中小企業さんでも、県内の企業さんは、金融機関にほとんどお金借りてるわけですよね。で金融機関の、えー、融資の審査基準って最近は CSR も入ってきたり、えー、ISO が入ったり、なんかいろんなのが入ってきてるんだ。その中にそういうトークン入れてよね、と。 そしたら、あの、まあ、もらうだけじゃなくて、感謝もしてくれないと、それで一対になるんだけれども、お宅の社員に何割ぐらいそのトークのやり取り,やりし,してる人いますかと、あ、じゃああなたたちには、つまり、あの、今まで通貨は信用だったけれども、トラストがあるよねと、これからいいことしてくれそうだよねっていう中で、融資の基準にしていただくみたいなので、ちょっとずつ回していって、それで例えばそのトークのやり取りしている人たちが多く住んでいる地域は、 治安がいいんだと、いい人がいっぱいいるんだ。だから不動産価値を上げるような仕組みを作っていこうよとか、今いろんなそういう取り組みを考えています。DAO でいうと、えっ、ー、と、僕はその NFT も含めて DAO と、実はあの行政の中で、住民参加型予算編成っていうのは一つやっていかないといけないと思っていて、 えー、これいろんな、あの、北欧中心にいろんな都市でやられてるんですけれども、普通は予算って議員さんに全てお,お任せなんですよね。だけど投票の形で、その予算を決め、使い道っていうのを住民が決めるっていうのを、例えば、エストニアンタルトゥーーっていうところだと、市の予算の1%をそれに使うっていうふうになってたりするんだけれども、それを全部とはもちろん言わないですし、一部、 をやることも実は日本では難しくて、えー、なぜなら、あの議員さんたちがみんな、あの自分たちの権限をは取ってかれちゃうと思われちゃうんですね。でもそういうんじゃないんですよと。で、えー、そこで使えるのが僕はふるさと納税だと思っていて、これは別に住民が決めるんじゃなくて、今でも県外、域外の人がそれを投票しているわけですけど、これを本人が明らかな形で投票してもらうことによって、えー、なんでうちの町の予算の その、まあ、ふるさと納税稼いでるところは、そんな3分の1ぐらいの予算を外の人が決めるんだみたいな議論が巻き上がってきてくれるといいなっていうふうに、うん、NPO の話でちょっとあってですね、私も名古屋ではその NPO 法人の方とちょっと関わったことがあって、まあウクライナの支援であったりとか被災地の支援とかやられてるんですけど、やっぱり NPO 法人っていうだけで、まあじゃあ儲けなくてもいいでしょうみたいな形で安くてもやってくれますよねみたいなことを言われることがあるっていうことを聞いて、 逆にオープンになることによって良くなることってあるんじゃないかなと思うんですね。こういう活動をしてます、やっぱりこういうものが必要なんですっていうものを、世の中にもう少し浸透させていかないと、支援も受けれなかったりとか、本当に苦しい中でそういうことをやられてるってことなので、やっぱり見せたほうがいいことってあると思うんです僕はね、ねあの子ども食堂なんかを絶対、ダお化したほうがいいっていうのは、ね、一部、行政のお金が入るじゃない。 うん、あれ完全にオール民間で本来回すべきだと思うんだけど、はい、行政のお金が入った途端、頑張ってる子ども食堂と、それに頼ってるところとのクオリティの差がどんどん出てきちゃうと思うんで、これ、あれこそさ、その、ダオにしたらいいよね。子も食堂ってまさに、あの、向いていて、で、それやり始検討し始めると、そもそも論っていうところに入ってくるんですよ。 子ども食堂って月に1回とか2回廃校になった校舎とかそういうところを借りて NPO の方々がやられてるけれどもじゃあ月に1回2回食事を提供して本当に金銭的に呼吸している家庭の子どもたちが役に立つかっていうところで考えると別に一般の食堂とかレストランいっぱいあって子ども来たらただねっていうシステムを作れるわけですよねそういうのをダオでやっていってみんなが支援するみたいな形っていうのを で、そもそもいりますかみたいな議論は、どんどんしていかなきゃいけないなと。地方創生って、あの、消滅可能性として消滅しちゃうよっていうことから、ショック療法から始め、始めたと思うんですね。で、それが、このデジタルっていうことになって、まあ、非常にその、究極のこのウェブさんっていう、あの、手段を得た。 っておっっしゃてていてまあ、それは本当に確かだなとですけど、やっぱりこの、えー、どういうとこからそれが、あのー、投入、放棄されるかっていうと、なんかやっぱりこう、ご利益みたいなこととか、例えばその、外資しか、あのー、成長するとこはないと、平先生おっしゃるけども、で、それはその、ニセコみたいに、成長してるとこでさえ批判が、こう、 出てきで、そ、そこはご利益を得てる人と得てない人があるわけですね。で、そうするとそのダオ的なもので、あの、で、これ、すごい流行ってって言いますけど、あれ、一部の人が儲かってるだけだよね、になってます。ですから、非常にそれが、その、住民全体にご利益が行くような仕組みっていうのが一つできるんであれば、それは住民はついてくるような仕組みは、一番最初に、あの、規制を作ったり、 制度化してる国だと。ですから、それは足かせにもなってるけど、それを変えることもできるので、世界で最初にそれをやってるっていうのは、まあ、非常に大きいんじゃないかなと。そういう意味でも、えー、実験場になっていて、それはそのスタートアップという、そのチャレンジャーだけではなく、両方レギュレーターも、あの、それに組みしながらやっていく現場がある。で、それはやっぱり国会とか国とかっていうよりも、 非常にデジタルの調整ですけど、非常に現場のところ、そういう意味でこの地域のこのコインだったらいいですってなるんですよ。でそうすると、その信用組合の方が、あのー、ただ、あの、教育にお付き合いしてるだけっていうのが、コインが介在することで、そこのお店の あの、宣伝にもなったり、そこで、あの、一緒に、こう、職業体験やってくれた人が、あの、まあ、発信してくれるわけですね。で、そういうものって、結構、国境を越えて、伝、え、わ、ー、ってるらしくてですね、今までそういう、ことをやったことがない信用組合で、そこで縛られてる金融機関だったのが、発信という点で、子供たちと一緒にやったときに、それが、あの、ブレイクスルーがあると。で、そこにちょっと、 ヒントがあるかなっていう感じをすごくしております。ご利益っていう話があったんですけど、そのご利益の問題に関しては、僕は思ってることがあって、ご利益がないってみんなが感じてるんだとすれば、それは誰の責任なのかっていうと、起業家が情けないからなんですよ。起業家が外貨をガンガン稼いで日本のために働いて、税収が増えれば、自治体の人だって真剣に市民とか住民と向き合ってるわけですから、 最適な配分考えてくれたり、国会で政治家の皆さんが、えー、っと、その配分を考えてくれたりするわけじゃないですか。だから基本的には、一番誰が悪いのかで言うと、僕自身だと思ってます。僕は起業家なので。なので、えー、っと、自分がもっともっと海外でも NFT が売れるようになって、世界中にサービスとかが広がっていって、日本の パイを争うんじゃなくて、パイ自体を増やすような動きが出て、できてないことが、情けないよねっていうのが、まず前提にあるんですよ。なんですけど、情けないんですけど、一方で、やっぱり海外と日本っていう土壌で考えると、海外の人の方が明らかに有利すぎるので、そこはぜひ是正をしてもらいたいですっていう立場もあって、で、一方で、今までですね、 えーっと、Web3 の改正とか、ウェブ3に適した国にしようっていう話って、平井先生、平井先生めちゃめちゃやってくださってるじゃないですか。でも、正直言っていいですかそれで票取れるのっていうと、取りづらいと思うんですよ。でも、これは未来のためにやってくれてるんだと思うんですよ。だからやっぱり、ちゃんと真剣に NFT のことを広めて、誰でもできるよって。 頑張ろうっていうふうに、まあ僕は思ってて、で、一番頑張らなくちゃいけないのは僕だなっていうふうに思ってますね。なるほど。あの、我々のデジタル本部の議員は、あの、選挙のために、その、デジタルの政策をやってるって人はゼロだね。ただ、みんなやりがい感じてるのは、日本がこのままではダメだと。最後は財政破綻に近くなってサービスを カットすると、要するに誰が悪いっていう責任の、もう、なんちゅうの押し付け合い社会になる。で、政治家のほとんどが、なんかの批判をすることだけで生き延びようとするっていう時代になっちゃうと思うんですよ。で、そういう意味で、その、僕らも腹くくってて、日本はこのままだともうダメだと思っているので、ここらでゲームチェンジしたいと。で、それはやっぱり、みんなに理解されないのは、 仕方がないと。っていうのは、この新しいことを国民が全員理解して、さあ、そっち行こうなんていう国は、帰って気持ち悪いですよ。で、あの、このウェブ3の話してて、現状儲かってる企業は、やらないんですよ。出版社とか、もうそのいろんなところ。もうそんな余分なことやめてくれと。もうこのあのもう、その集中管理、自分たちこれでやってるんで、もう、 いいんだと。ところが、一方でそ、その、その利益の上がらない、まあ、アーティスト系のところは、はっきり言って、そんなめちゃくちゃいい時代がなかったわけですよ。で、彼らに、要するに、チャンスが来てるっていうことを感じて、それらを応援しようっていう力はものすごく、その、進んでると思います。それで、いろんな話聞いてて、その、あの、言い忘れたんだけど、ジョイさん、伊藤さんが言ってたように、日本人だけで、 この手の Web3 のスタートアップは絶対うまくいかないんですよ。エンジニアリングも含めて、ブロックチェーンもそうだし、セキュリティもそうで。で、このビザは、これ、あの、もう大幅に緩和します。ですから、そのエンジニアとか投資家に対するビザ、その海外から来てもらう。で、海外から、まあ、円安もあって、海外から来たら、ものすごくいい感じになるのね。 であのもうぜひね、その海外の人た,人たちと一緒に仕事ができる、それがやっぱりこれからのスタートアップの基本で、メイド・イン・ジャパンというよりは、パワード・バイ・ジャパンなんだよね。で、そういうエリアを、これはまあ逆に言うと、トークみたいなものでやろうとしてるんです。